イエーワード2ジオンベよりのベッピンさん久しぶり。あ、ごめんね、覚えてねえわ、誰なんだろう。ステカさん、風船10個ありがとう。エピフォン、エピフォン、ああ新約信者か、久しぶり。あ、チャンネル、YouTube のチャンネル復活したんで登録お願いします。
え、視聴回数もそのまま復活したね。大丈夫だった。何を練習したらいいかさっぱりわかんねえんだけど。でててでて。Born to be wild。 何それ、スケールが分かんないからスケール教えてもらおう。あとフレットの幅が狭い、ミニネックだからフレットの幅が狭すぎる。オンザウォーター、何が、ん、でててこれか、なんか音違くね？チューニング間違えてる？なんか違うよね。うん、マキシンジって誰？
なんか違くね？なんか違くねえか？最後の音が合わない。合ってる。ない気がするんだよな。合ってるわ。なんかおかしいよね。なんだろう。なんか変だよね。ん？なんかおかしいよね。なんだろう。音合ってんのかこれ。G で終わる。合ってるの？じゃあ。なんか音が違う気がするんだよね。ここまでいいんだよ。俺が下手なだけか？なんか音が若干違う気がする。音感ねえんだな。
です。歌ってみようか。あ。This is a bomb time, boosting the spin. This is only a test. Emergency evacuation protest. あれ？メインペル、ヨーロブルーリーとワクバリマシェルリー。Can't quite tell just why in the face of me. Keep ever rich a children. なんだっけ？ And the bow as me, I'm a bumpastic. Can't warning, then without warning. でもね、これベースパートなんだよね。俺がやってるのベースなんだよ。まあこんな感じだね。ギターちゃんと出るね、音。6,000円にしちゃいいギターじゃないの。6,000円でこんだけ遊べるんだったらいいよね。うん、かわいいし。ただあのミニネックだからフレットの幅がすごいね、狭いんだよね。なんだっけ、面白いね。なんだっけ、どこだっけな。いいね。どこだったっけな、忘れちゃったな。テケテンテンテンテテンテレテン。ここだっけ？
なんだっけ、どこだっけな。楽譜ないと分かんないよ。最初の B の音、 B とか分かんないから俺。難しいね、ギターは。やめだやめだやめだ、レクチン教えてもらおう。基礎練を教えてもらって、それができるようになったからいろいろやろう。やっぱね、こういうのは基礎がなってないとダメだわ。うん、聞いててもどかしい。はい、雑談やりまーす。チャンネル登録増えたかな。おお、すげえ増えた、あざーす。ブルースコードわかんないわかんない、コードがわかんないんだって。俺、ドレミファソラシドが、ドが何なのかわかんないんだよ、ほんと。はい、雑談待ってました。はいはい、ちょっと待って。チャンネル登録ありがとうございます。よろしくです。うん、よろしく。ん？なんか音おかしいな、いつもより。あれ？音おかしいな。ん？どういうことだ？あ、あ。なんか音変じゃね？なんか設定変わった？なんだ？なんか音違うよね、いつもと。ん？これは聞いてない。モニターの音が聞いてない。なんだ、どっから音聞こえんだこれ。みんな聞こえてる音？え、なんだこれ？設定変わってねえか。2月の目標、ちょっと待って。音が変。スピーカーから聞こえてる。ああ、そういうことだ。ありがとう。わかった。再生で。なるほど。これだ。オッケー。聞こえた？うん、これだこれだ。なるほど。もうね、機材がね、いろんな音が出る場所があったりとか、どこの音がどういう回路になってるのかわかんなくなってくるんだよ、だんだん。聞こえてる？ちょっとでかいかな、スピーカー。オッケーだね。機材 PA さんは大変だよね、本当に。うん、はい。いや、 YouTube 復活マジ感動したわ。なんかもうのんたんとの思い出とかが全部詰まってるから、付き合いたての頃から。なんかたくみさんもなんか暗黒野球の時の動画見て泣きそうになったって言ってたもん。たくみさんがちょっと感動したわっつって、やっぱ思い出って大事だねって言って。本っていうか YouTube の番何だったんだ。あ、のんたん金髪だ。 YouTube で稼ぐ予定は、 YouTube で収入あるよ俺、もともと稼ぐ予定はじゃなくて、もともとある、うん、前からあります。はい、なんか YouTube がね、ファンディングやめるらしいんだよね、2月いっぱいで。クラウドファンディングやめて新しいサービス作るって言ってたね。お知らせが来てた。中途半端にやるんだったらやるなよって感じだよね。うん、俺結構気に入ってたのにな、ファンディング。なんかすげえ残念なんだけど、ちょっとショックだよ俺。どうしてチャンネル消えたの？それが分かんなかったの。運営に問い合わせても何回もメール送ったの、2週間ぐらい。そしたらなんか不正アクセスとかスパム行為とか、要はなんか機械でなんかアクセスをなんか誘導するみたいなことが書いてあんの。
なんかコメントを大量に打つみたいな、そういうジャンルのことがあったので、あなたはバンです、それ以外申し上げられませんみたいな。でそんなこと一回もやってないし、たくみさんもやってないし、何それってなって、ていうかこんなさ1000再生とか87再生とかでどうやってスパムなんだって話じゃん。でいやアンチの仕業じゃないの、なんでかっていうと柴田もサブチャンネルやられてるし、香川さんも飯動画やられてたの、だから原因不明って言われてたのよ。なんかいろんな知り合いの YouTuber とか生主さんとかバン食らってて、多分ねアルゴリズム的に変だったんだよ。でもう諦めようっつって1ヶ月経ったらいきなりなんか昨日復活して、うん、多分ね復活してるよ、確認してごらんミックスさんも、うん、でなんかそのYouTuber の Google の問い合わせページみたいなページが URL 貼ってあって、みんな激おこだったね、とんでもない量、なんかまた5番だよ、またバンされましたとか、本当に悪いことやってませんけどみたいな、いい加減にしてくださいみたいな怒りの声がすごかったね。何だったんだろう、すげえ謎なんだよね。すげえ謎。風船10個ありがとう、ありがとうございます。何だったんだろう結局あれ。でもさその分1万円ぐらいお小遣いになったのにさ、ふざけんなだよね、金稼げてたのに。この1ヶ月で余裕で1万は稼げたと思うよ。それがねちょっと止まったのはちょっとどうにかしてほしいよな、正直それはないと思ってるね。バーガープレゼントありがとう、うん、ちょっとへこみましたよ、再生数も全然減っちゃったし、ないわ。すげえうなぎ登りで毎日1000アクセスぐらいあったんだよ、すごくない？毎日1000アクセスぐらいあったの、動画のアクセスが。それがなくなるって結構でかいからね、勘弁してくれよだよね本当に。まあ戻ってよかったけどさ、今見てきたらダメだった、何なんだろうね、うん、でも俺は相当ごねたけどね、あの不正なことは一切やってないっていうことで、あのスパム行為とか全然やってないっすよっつって。だから多分ねアルゴリズムを変更して誤爆したんだと思うよ、単純にそれが原因だと思う俺。問い合わせした方がいいと思うよ、もしあの後ろめたいのがないんだったら、もし後ろめたいのがないんだったらそれはやるべきでしょう。YouTube の動画1ヶ月で止まってる？ 1 ヶ月で止まってる？Thank you.
みゆみゆいらっしゃい。楽しんでってください。休みか。オリジナルの曲作りたいな。バッキングもやりたいし。リードギターはやるつもりないね。バッキングで歌いたい。バッキングギターで。フーファイターズみたいな音楽やりたいね。メロコアでいいか、メロコアで。簡単だから。なんだろう、さっき100人閲覧あったのに急に減ったね。なんなんだろう。一回飯食おうかな。飯食ってその後雑談の方がいいかな。そうしようか。なんか人の集まりが微妙だし、今日後で雑談するわ。じゃあみんなお疲れ様。また後でいい。おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。